おっと、これはいつものあれを作るつもりですね。インタ君、何をしてるんですか？遊んでいます。ちゃんとチャレンジをしてください。アサヒちゃんはしましたか？アプリ、またチャレンジは昨日やりましたか？また怒られないようにちゃんとやってくださいね。ママさんはね、すぐマシュマロパンを焦がすんです。だから私が見張ってないと。そろそろですよ、ママさん。最高の焼き具合。二人ともちゃんと食べるように私が見張っておきます。ママさんはどうぞお弁当作ってください。ママちゃん、何ですか？これ食べる？食べてみたいです。作れるんですか？はい、おいしい。今日はママさん、編み込みじゃなく三つ編みで手抜きをしたようですね。ママ入らない。どうしましたか？氷が入りません。そういう時は縦に入れるんです。縦に。ナイスー。バイバーイ。気をつけて行ってきてください。気をつけて行ってきます。パパさんもお出かけですか？ゴミ出しとご飯買いに行きます。ご苦労様です。行ってきまーす。行ってらっしゃい。なんと、カモさんが起きてきましたよ。おはようございます。今日私仕事してるんですよ。ん？偉いでしょ。ん？あなたがグースかピースか寝てる間に、私は仕事をしてました、朝から。トースターが汚れてませんか、ママさん。お掃除しなければ。アキラさん起きてきてますが、どうも上を来てません。見ちゃダメ。あ、ふくらはぎです。何ですか、ダイエットでもしてるんですか？5日前くらいから筋トレ友達してて、筋トレを始めたそうです。今週のお花はこちらです。早速飾りましょう。今日は一日休校になってしまいましたので、私が密着カモさんの一日取材させていただきます。どうぞよろしくお願いします。今日のご予定は夏休みの宿題。もう夏休みの宿題が出てるんですね。ママさんに代わってまずですね、こちらスカートのやつですね。夏にさらっと履ける軽い生地の黒いスカートですね。私が履いてみましょう。どうでしょうか。ちょっと長すぎるみたいです、僕には。こちらは何でしょうね。今、コンタロウから電話がありまして、体操服忘れたということなので、ママさんは今から学校まで届けなくちゃいけません。行ってらっしゃい。私はカンナさんの様子を撮っておきますので、行ってきてください。ママさんが帰ってきましたね。何やら買い物をしてきたようですよ。アイス、キワタメ、これがあるということはファミリーマートですね。
がりました。クマさんの主食となりつつある焼き鳥チキンですね。続きですね。カンナさんに、こういうのどうですか、カンナさん。でっかい横幅。クマ何匹なんでしょうか。クマが5匹ぐらい入りそうです。シャツ好きそうじゃない、こういうの。T シャツの上とかにさらって羽を、前開けて羽織ったら秋っぽく似合うかなと思って選んだそうです。はい、これはママさんが自分に買ったっぽいパンツですが、でもママさんはこの色が大好きなので、この色ばっかり履いてますね、ボトムは。早速着てみたようですね。ママさんどうぞ。宿題ですか。夏休みの宿題。さっきから進んでない気がしますが、食い散らかされた明らかめの段階がありますね。ダメです。見ちゃダメ。それがいいと思います。お久しぶりです、制作さん。元気でしたか。おい。そんな声だったんですね、制作さん。制作さん、お腹空いてますよ。どんな声になるんだろう、編集で。可愛いでしょ、こいつ。どうぞ、自己紹介を。名前はまだ正式に決まってないんですけど、多分ココちゃんになります。私には名前がないのに名前がつくみたいですね。ココちゃんにもらったからココちゃん。なるほど。お昼ご飯は食べませんか。食べます。準備しますね。あ、こいつの名前ダグラス・マッカーサーがいい。ダグラス・マッカーサーです。なんかさ、ベッドにも座らせてもらってないんだけど。いや、ベッドは広く使いたい。ベッドの横のさ、ここにちょこんって座らせられちゃう。ベッドは広く使いたい。ベッドにぬいぐるみ置きたくないんだよね。今日のお昼は、ママさんが作ってくれてますよ。ね、私もお昼を食べますかね。びっしょり。で、こっち向いてくまちゃん。はい。はい。写真を撮られた。いや、かわいいよ。ほら、じゅんじゃない。かわいい。くまちゃん来て。また服を着せてくれるんですか。うん。てんてんてん。あ、ありがとうございます。ちょっと待って、なんかこっちがブカブカ。よし、体温を測ります。私も一緒にしばらくお昼寝します。おやすみなさい。全然全然全然ですね。私は3つも4つもあるさ。そうです。とっととやりましょう。頑張れ。やれ。
ってらっしゃい。バイバイ。長さが。何してるんでしょうね。ネギを切ってます。なんで？ちょっと家庭科の点数悪かったから頑張って料理 しないと。ほう。わざと後ろにさせる。アテビが絡んでる。ネコ追い追い。危ない。危ない。なんかこの手が使いづらい。キラのせいにしてる。今忍者ラをしております。クマちゃん。忍者ラ。新しく言う。なんと。うん。銀太くん。舐めてあげる。あー、抜けてますね。で、何をしてて抜けたんですか？え、ベルトを噛んで。ベルトを噛んでた。タレを入れます。なんとアチャピの家にゴキブリが出たそうです。わお、出来上がってますね。あつ森でね。皆さん、ご飯できました。取りに来てください。うれしい。ご飯取りに来てください。危ない。はい、アキコン。作ったコンソメスープが大人気で、みんなおかわりしています。お風呂に入りましょう。ちゃんとノックをしなさい。はっ。ついてますね。なんでしょうか。何をしてこの時間から髪を巻いてますね。お風呂入る前に巻くと、失敗してもすぐ取れるからです。なるほど、頭いい。さあ、ということはほぼ失敗してるっていうことですね。そうなんよ。あー、なんでこの間巻きったんだろう。みんな巻き髪好評だったじゃん。あの巻き髪は一生再現できない。君たちはおねんねの時間ですよ。おお、くじゃない。こっちに落ちてる。もしもし。天然の時間でーす。寝ますよ。おやすみ。おやすみ。洗濯物悩むですよ、ママさん。私は絶対に落ちない。乾杯。一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。現在時刻は10時20分。私も疲れました。お疲れ様でした。